はい、ヤマハの CLP535 というね、デジタルピアノのご紹介になります。蓋がねこういうふうに開け閉めできるような形になってますね。当店ではねピアノの修理を主にさせていただいておりますのでね、こういうふうに、外装が黒、もともと黒のピアノをね、こういうふうにいい感じの木目が出てきたら、その黒を剥がしたらね、木目が出てきたら、木目を生かしてね、こういうふうな、色に塗り替えたりとかね、弦を全部交換したりとか、そういう修理をねさせていただくんですけども、何ヶ月もねピアノをお預かりするような形になりますので、その間ですね、こういうピアノをね、デジタルピアノを代替品として貸し出したりをしてたんですけども、よくね、お客さん車で取りに来はるので、こういうね、小さいタイプの方がね、都合がいいんですね。ですので、もうこのタイプはちょっとね、大きいのでね、デジタルピアノね、安く中古でね、購入したいとおっしゃる方がおれば、譲って、差し上げたらいいのかなということで、ご紹介させていただきます。音もね全部はい全部出ますしね、いい感じでなってるんじゃないかなと思いますね。強弱もねつけれますし、まだね鍵盤のカチャカチャ言うのもそんなに出てないので、普通に練習し、ね、するにはいいんじゃないかなと思いますね。ただまあちょっとこの辺ねテープ貼ってあるのは、この結晶板っていうんですかね、これがちょっと剥がれてきてるのでね、まあ、これはもうボンド入れたらいいだけなんですけど、多分これ運送屋さんがねちょっと剥がれてきて引っかかったらいかんので、腹張ったんじゃないかなというところですけどね。はい、こんな感じのデジタルピアノですけども、ね、さすがにまあ2014年の機種ですのでね、それなりに使用感というかそういうのもねありますけども、安くねデジタルピアノを手に入れたいという方はお問い合わせいただければと思います。